先輩はたくさん飲むとどんな人になりますか？ね、しゃべり上手というか、うん、なんかすごいね。あ、そうなんだ。そう、なんかウキウキしちゃうかな。ウキウキ。そうなのよ。いろいろあるよね。でも泣き上手とかあるけど、うん、でも楽しく酔っ払えます、うん、やった、それが一番ハッピー。いいね、うん、私はあのなんか何回もごめんなさいって言って何かあったの？急にカリちゃんの闇が見えたけど迷惑かけてごめんなさいって。なっちゃうね。ですね。あなたはお酒にどれくらい強いですか？あ、めっちゃ弱いですね。なんだろう、あの缶1本で6時間くらいやる配信を。次の質問。あ、たくさん飲むとどんな人になりますか？吐きます。でも記憶が飛ばないから大丈夫。その前に吐くから大丈夫です。あ、なるほどね。なるほど。なるほどね。じゃあスピードラウンドしましょう。はい。はい。スピードラウンド、ロックソーダストレートどれ？ソーダ。ソーダ。アルコールのチャームポイントは味覚、気分、両方。味覚。赤ワインと白ワインどっちがいい？甘い方が好きだから白ワイン。白ワイン。ビールかほろ酔いか？ああ、これは迷うな。なんかドイツビールは好きなんだけど、それ以外だったらほろ酔いかな。わかる。好きなおつまみは？なんでも好き。枝豆とかお肉とか。いいね。オッケー。ブル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 。I really appreciate it. Oh, where I can bow to you to express my appreciation. Thank you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 .